ラプソディ・イン・ブルーはアメリカの作曲家ジョージ・ガーシュウィンが作曲、ファーディング・ローフェが編曲したピアノ独奏と還元楽のための音楽作品である。ラプソディ・イン・ブルーというタイトルはジャズの語法によるラプソディといった程度の意味がある。ラプソディには民族音楽風で女子的な特に形式がなく自由奔放なファンタジー風の楽曲という意味があるのでこのタイトルから ガーシュウィンはジャズをアメリカにおけるある種の民族音楽と捉えていたことが伺える。実際この曲はアメリカ的な芸術音楽の代表格とみなされている。この曲は青いという言葉が題名の由来。元はアメリカンラプソディという題名だったが、兄のアイラ・ガーシュウィンが現在の題名を提案して変更した。 アメリカ合衆国の著作権法では1978年以前の出版物の著作権は発表から95年と定められており、ラプソディー・イン・ブルーは2020年にパブリックとメインに入った。ポール・ホワイトマンの提案を受け、1924年ニューヨークのエオリアン・ホールで開かれた新しい音楽の試みと題されたコンサートに向けて作曲し、そこで主演された。 この曲が作られることになった発端は、1924年1月3日、他の仕事で多忙だったガーシュウィンが、兄のアイラとビリヤード場に行き抜きに行った際、新聞でホワイトマンがガーシュウィンに曲を発注したという記事を見つけたことだった。翌日、講義のためガーシュウィンはホワイトマンに電話をかけるも、実はこの記事はホワイトマンがガーシュウィンを呼びつけるために作った偽記事だったらしく。 新聞記事になってしまったから作ってくれとホワイトマンに押し切られた。カデンの部分は仕事でボストンに向かう際に乗った列車の走行音から着想を得たとされる。ガーシュウィンはこの曲を約2週間で一気に書き上げた。ただ、当時のガーシュウィンはまだオーケストレーションに精通しているとは言えなかった上に作曲の期間が限定されているという事情も加わり、変わって ファーディ・グローフェがオーケストレーションを行った。グローフェは当時、ホワイト漫画楽団のピアニストであるとともに、専属の編曲者を務めていた。ガーシュウィンが2台のピアノを想定しながら作曲し、それを即座にグローフェがオーケストラ用に編曲していき、結局はガーシュウィン自身が弾くピアノと小編成のジャズバンド向けのバンが完成された。その後もいくつかのバンが作られたが、 1926年にグローフェが再編曲したオーケストラ版とガーシュウィンの死後の1942年にフランク・キャンベル・ワトソンがグローフェ編曲版に過失修正を加えた版がよく知られている。その後は主に1942年版が演奏されている。ピアノ独奏が入るため一種のピアノ競争曲風な雰囲気もある。 ヨーロッパのクラシック音楽とアメリカのジャズを融合させたシンフォニックジャズとして高く評価された。初演が行われた新しい音楽の試みには、ヤッシャハイフェッツ、フリッツ・クライスラー、セルゲイ・ラフマニノフ、レオポルド・ストコフスキー、コドフスキー、イーゴリ・ストラビンスキーらが立ち会ったという。日本においては、1955年9月11日に日比比谷公会堂にて、 この絵秀でまろの式、アメリカ人ピアニストのセーモアバーンスタインにより、荘演された。その後、オゾネ・マコトなど、ジャズピアニストが、ニューヨーク・フィルハーモニックなどのオーケストラと、アジアを中心に各地で公演したことでさらに広く知られる。最初は、クラリネットの低音からのグリスサンドで始まる。当初はグリスサンドでなく、17音の上昇音階で、記されていたが、 ホワイトマンバンドのクラリネット奏者がふざけて、クリスサンドで演奏したところ、ガーシュウィンが気に入り書き改められたと伝えられる。曲風は、ジャズの要素を多く含んでいる。前日の通り、ガーシュウィンが2台のピアノ用に作曲したものを、グローフェが、ジャズバンド用にオーケストレーションしている。この版はグローフェが、ホワイトマン楽団での演奏専用に編曲したもので、あるため、木管楽器に、 頻繁な持ち替えが規定されるなど、得意なアレンジがなされている。そのため公式の出版はなされず、グローフェの手書きの楽譜のみが残されている。この校は1976年に、マイケル・ティルソン・トーマスが、ガーシュウィンの残したピアノロールからオーケストラパートを削除し、ソロパート部分のみにしたものをソロに用い、コロンビアジャズバンドを指揮して、レコーディングを行い、 その後世界的に知られるようになった。オリジナルジャズバンド校の初演の成功の後、ガーシュウィン自身が2台のピアノのために完成させた校。なお、ガーシュウィンはピアノロールを用いて、ソロパートとオーケストラパートを二重記録したものを残している。この曲の成功を受けて、グローフェがオーケストラ用に再編曲した校。1924年の2台ピアノ版に続き、 ガーシュウィン自身が完成させたコー。1937年7月にガーシュウィンは死去しているため、このコーが作曲者の関与した最後のものである。グローフェの再々編曲。ピアノソロ部分までもオーケストレーションし、ピアノがなくても演奏可能としたところに特徴がある。なお、グローフェは同様にピアノなしで演奏可能にした吹奏楽のための編曲も残している。 1926年のグローフェコーを基本としつつ、フランク・キャンベル・ワトソンが改訂したコーン。現在、オーケストラでの演奏にあたってはこのコーンが使用されることが多い。CM 曲、ありがとうございます。